皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。今週も、不徳のギルドのレビューの時間です。今回は、新メンバーであるママちゃんがパーティー加入するシーンからです。いつも通り、ひたむきちゃんの索敵を頼りに探索を進めますが、敵の気配を察知したはいいものの、結局、いつも通りの事態になります。ママちゃんは、なんとかモンスターの弱点をついてピンチを逃れますが、ひたむきちゃんは相変わらずで安心です。しかし特出した能力がないとはいえ、今までのメンツの中でもかなりまともな人材かと思っていましたが、なんとママちゃん男の子でした。嘘だ、そんなこと。そんな時にでかいスライムの襲撃を受けるひたむきちゃんとママちゃん。ひたむきちゃんはいつものことですが、ママちゃんもしっかりと洗礼を受けます。無事キクルに救出され、めでたく新メンバー加入となりました。個人的に男の子は趣味ではないのですが、あらゆるニーズに応えようとする姿勢が素晴らしいと思った回でした。そして後半は私の推しの江ノ目さんが主役の回。モンスターの生態調査に来た江ノ目さんとレスミスちゃん、早速モンスターの調査を行うも、モンスターに懐かれてしまう江ノ目さん。そんな中、レスミスちゃんがやらかしてしまったミスにより暴走したモンスターが2人を襲います。このシーン、レスミスちゃんは完全にギャグ要員でしたが、江ノ目さんはあっち方向担当です。ま、そりゃそうなるわな。気にするな。しかし江ノ目さんもひたむきちゃんのことを心配できないレベルでモンスターに襲われている気がします。いいぞ、もっとやれ。結局この話はある意味レスミスちゃんの活躍で収束しますが、最初はちょい役かと思っていたレスミスちゃんにもしっかり出番があるのが素晴らしいと思います。また江ノ目さんの魅力は言うまでもありませんが、最後タイミングよく事態を目撃したエシュネちゃんの一言も最高でした。このくだり、この親子が登場する回のお約束になってきましたね。マジで最高なんだが、作画クオリティも高いし、割と冗談抜きで今季一番楽しんでいるアニメです。次回は久々に花畑ちゃん回になりそうです。多くの新人の皆様にとっては最高な回になりそうですね。楽しみに待ちましょう。今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルでは面白かった漫画やアニメ、ゲーム関係のレビューや感想などを動画にしています。よろしければチャンネル登録、ベルの通知マークや高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。